おはようございます。くのです。今日はこちら、アウトドアスパイス堀西ブラックを購入したので、これを使ってお肉を焼いていきたいと思います。この堀西っていうスパイスは結構有名らしくて、でも何でも合うアウトドア用の調味料で、これはその燻製バージョンらしいです。なんか調味料選手権で1位を取ったぽいです。あんまりよく調べてないです。やっぱりステーキにかけるのが一番だと思うんで、ステーキを買ってきました。でスキレットがあるんで、スキレットで焼いていきたいんですけども、ちょっと大きさが大きいんで、この辺りをカットして焼きたいと思います。はい、ちょっと切ってきました。でここに堀西ブラックをかけていきたいと思います。これが中身なんですけども、こう嗅いだことあるような匂いですね。スパゲッティカルボナーラのスパイスで乗っている黒い物体の匂いがします。初めて作るんで、どの程度かければいいか分かんないんですけども、多めに、味は濃い方がいいんで多めにかけてきます。こんな感じです。反対側もかけてきます。かけ終わりました。でこれを焼いていきます。ステーキの焼き方もいろいろあると思うんですけども、普通に焼いていきます。はい、スキレットを温めて、油も普通の油使っていきます。では焼いていきます。前ちょっと焦がしちゃったんで早めに裏返してみます。多分こんなもんでいいと思うんですよね。いいと思います。いきます。完成です。じゃあ食べたいと思います。はい、それではビールと一緒にいただきます。いただきます。確かに。美味しいですけど、もうちょっとあるね。焼きたてのステーキ自体が美味しい。もう一個食べます。なんとも言えない。全然ステーキのタレとかかけなくても食べれるぐらいの味で、表現しがたい、美味しいです。ちょっとビール飲みます。この味に対しての表現の仕方がわからない。燻製って言われてますけど、燻製しょっぱい感じと、なんか燻製っていう感じもありますけど、しょっぱい感じの味付けで辛くもないし、はい、こんな安い肉がものすごく、美味しくなります。美味しくなってます。またちょっと味に関してうまい表現の仕方がないんですけども、試して食べてくださいとしか言いようがない。でも美味しいです。はい、最後まで飽きずに食べることができました。美味しかったです。最後食べます。ごちそうさまでした。はい、食べきりました。さすが
結構有名な調味料っていうことだけあって美味しかったです。これだけで本当に他は何もいらないっていう感じの味付けになってました。本当に自分の言葉では表現できないようななんか味があったんですけども、本当その辺は試してみてくださいとしか言いようがないです。本当に美味しかったんです。美味しかったです。ステーキだけじゃなくて、なんか鶏肉とか、まあ、目玉焼きとかにもなんか使えるらしいんで、賞味期限が、まあ、来年の11月とまだまだ結構持つんで、いろんな料理に使っていきたいと思っています。はい、それでは今日は、アウトドアスパイス、ホリニシブラックを使って、ステーキを作って食べてみました。ご視聴ありがとうございました。